どうも、わかです。皆さん見てください、この綺麗な空。私は今どこにいると思いますか？こんな綺麗な空が見える場所なんて世界に一つしかありませんよね。そうです、職場の近くです。というわけで皆さん、ただいまです。帰ってきました。いや、今日も疲れましたね。もう皆さんもお疲れ様です。一日よく頑張りました。そんじゃイラスト描いていきたいと思います。それで今日描いているのがですね、これ猫さんなんですけど、実はですね、私の職場の近くの細い路地に最近にゃんこさんがいるんですよ。でそのにゃんこさんっていうのが真っ白なにゃんこさんで、よくこんな風に丸まってるんですが、あのおでこのところに黒い模様があるんですね。それが困ってる感じのマロみたいな感じで、すごく可愛いんです。困りマロ眉のにゃんこさん、いいですよね。たまに見てると気づいてこっち向いてくれることがあるんですけど、もうね、仕事前の癒しです。あ、それで今ちょうどその路地のところにある金木犀の花が咲いていて、すごくいい匂いがするんですよ。この動画編集して投稿する頃にはもしかしたら金木犀の時期終わっちゃってるかもしれないんですけどね、ちょっと記念のイラスト描きたいなって思って今日描いてみました。というわけでイラストこんな感じで完成しました。今回もご視聴ありがとうございました。